いじめ、かっこ悪い。25年前そう言った。あれから25年、今もいじめはなくならない。SNS での誹謗中傷、ヘイト、人種差別、匿名で見えないところから誰かを叩いたり、誰かを泣かせたり、何度でも言う。ネットいじめ最低だよ。かっこ悪いよ。お疲れ様でした。本日の撮影はいかがでしたでしょうか。はい、久々のこういう撮影でですね、非常にこう緊張感のある中で、今回ね、25年前の自分の CM からまた、その時とは違う、今のこの現代においてのこう問題みたいなものを自分の言葉でっていうことだったんですけど、非常にこう、責任感のあるというか、緊張感のある中で、それでも楽しくやらせてもらいました。はい、ありがとうございます。今回 J リーグの誹謗中傷抑制のための映像というところで、CM 起用のお話を聞かれた際の率直な感想をお願いいたします。自分でいいのかなという本当にこう25年前にね、違う形でしたけども、そういう社会に問題提起をさせてもらって、また今はね、本当にこうスポーツ界でもそうだし、社会でも本当にこうネットでのこの誹謗中傷の問題ってすごく深刻な部分があるので、自分の言葉で皆さんに語りかけるじゃないですけれども、そういう思いで今回やらせてもらいました。撮影の前に25年前の映像をご覧になられていたと思うんですけれども、ご覧になられた時の感想を教えていただけますか。いじめかっこ悪いねって言ってましたけど、僕がかっこ悪かったですね。なんか今見たら非常にこう、なんていうのかな、あんな感じでよくやってたなっていう思いました。もう少しこう、なんていうのかな、紳士的にあの時の自分に言い聞かせてやりたいですけども、ただああいう CM が今もね、たまにこう話題に上がったりとか、いじられたりすることもあるんですけど、でもああいう経験をさせてもらったおかげで、また今回ね、こういう話をいただけたので、非常にいい経験だなというふうには思っています。はい、では先ほどありました25年前の映像というところなんですけれども、前園さんの中で25年前から変わったこと、そして逆に変わっていないことがもしあれば教えてください。変わったことを、年齢を積み重ねて、僕自身も、人生の中でいろんな失敗や、いろんな経験をしたので、当然考え方も変わったりとか、してますし、なんていうのかな、自分が今のこう立場になって、いろいろこうスポーツだけじゃなくて、いろんなメディアの中で発言をするのに、昔もそうでしたけど、今の方がよりこう責任感を感じるし、自分の言葉一つでやっぱりこう周りの環境も変わってくると思うので、責任感というのは昔もあったつもりですけど、今はよりそれを感じています。はい、逆に変わってないことは、変わってないこと、サッカーが好きだっていうことは変わってないですかね。もちろん現役の時はプレーしてる方ですけど、今はプレーはしてないですけれども、子どもたちにサッカーの楽しさを教えたりとか、また J リーグとか、海外の試合見たりとか、視点は変わりましたけど、サッカーが好きだってことは変わってないと思います。ありがとうございます。最後にこの映像が公開されるのは3月4日というところで、 J リーグが開幕しているんですけれども、2021年の J リーグ、前園さん期待されていることございますか。本当に昨年からもそうですけど、こういうコロナ禍の中で本当にこう J リーグもそうですし、選手たちも、そしてサポーターの皆さんも本当にこう大変な中で一生懸命やってるのを外から見てました。で、今シーズンまたどういう通常開催にいつなるかわからないですけども、でも選手たちがピッチので一生懸命頑張ってるし、でまたこうサポーターファンの方がスタジアムにみんな本当楽しく、応援できて、サッカーを楽しめる日がまた来ると思うので、その日までこう僕らはサッカーを応援したいし、 J リーグを応援したいし、それに応えて選手たちは一生懸命ピッチで、プレーしてくれると思うので、みんなでこうサッカー界を盛り上げて、いけたらいいかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。以上です。はい。
ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。見てみましょう。あれリズムしてないんだ。途中からかな。実に思ってることをこう言うっていう感じの方がいいような気がするんですよね、うん、なんかそういうイメージですね僕は。なんか、うん、なんか訴えるっていう、うん、その時ってどういう感じで撮影されてたの、うん、何テイクぐらい撮ったの。いやそんなに多分撮ってないと思いますね。撮るのすごい嫌だったから僕じゃなくて事務所がね。だから多分これ何テイクも撮っていいのは出るようなことじゃ多分ないと思うんで。あ、はい、なんか多分カンペ見なかったと思うんですけど、なんとなく自分の言葉でこういうことを言ってくださいっていう中でこう言ってる感じだと思うんですけど、なんか演出はなんかされたわけだから、なんかちょっと下向いてとかすごく。あ、そう、別にあのなんかカメラ目線だけじゃなくてもいいみたいな、なんかこうだったんですけど、うん、決めたセリフっていうよりかは割とこう、そう、なんとなくあって、それを自分の言い回しで言ったっていう、うん、あ、じゃあある程度任される。そうですね、もうこれ全然ほぼ関係ない、分かったと1回しか切れるしかないんで、はいはい、ほぼ自分ご自身の場で。そうですね。27秒なんで、はい、完璧。
いい数も増えると思います。大丈夫ですか？